はい、私の方からは、手短になりますが、一つ目は、先週もお話ししました中国、のことをきっかけにレアアースのことが話題になっているということで、こうしたものを文科省としてももともとやっている海洋の探査、掘削とか調査とかそうした事業をやっている。合わせてあれですよね、その今もっと広がって資源外交的な話まで広がってきてますが、円高のマイナス面ばかりが強調されますが、円高だったらこの機会にこ そ, その資源外交のネットワーク、人的にもそうです、あるいは価格の調達も含めてネットワークを張るべきで、調達自体もできるわけですから、各省いろんな計画を挙げているようですが、文科省としてもそういうことは当然やっております。そういうこともしっかりとやっていくことが大事だと思います。とりあえず補正については、先般大臣のリーダーシップで、お話もあったと思いますが、海洋探査、これはレアアースとレアメタル両方ですが、それを対象にして、前倒しにしている。もちろん文科省でやっていることは基礎的なことがまずあって、最初そのものもありますが、学術的な研究とか人材育成ということはちょっと長期になりますが、しかしそれを何人かやって経産省の実用化のプロジェクトにつなげるわけですから、これを前倒しにすることは結果的に資源的な面でも前倒しになるということで、こうしたことをしっかりとやっていくべきだろうし、補正だけじゃありません、この円高傾向というのは結構続いているわけですから、今言ったレアメタルも含めて、学術の研究でいろんないい活動をしています、鉱山の工学、鉱山の工学とか、あるいは資源学、秋田大学なんかやってます、ボツワナとか、あるいはモンゴルともやってます、レアアースの直接の調達のことも含めて、人材育成も含めていろんなことをやってるし、元素戦略プロジェクト、これもレアメタルとかレアアースに関わる研究、いろんな大学でやってるわけですから、こうしたことは、これは本予算になりますが、本予算でさらにしっかりと確保していくということに尽きると思います。それと2つ目は、今日から、税制調査会、このあと5時から始まるわけですが、これから頻繁に、もちろん党の部会もありますし、政府の税調もあるわけですが、財務総務が一般的に中心になっているわけですが、この文科省に関わるものとしては、新しい公共、寄付社会をということで、我々選挙前から訴えてきたわけですから、新しい公共に関わること、これは今日部会で、党の部会で私も共同座長として8団体からお話聞きましたが、やはり寄付ということ、寄付社会ということを考えると、教育とか科学術とか文化とか芸術、これが一番大事なわけですから、新しい公共に関わるもの、あるいは雇用に関わるもの、これは受け入れ側というよりも出す側ですね、大学とか研究機関でのその先の雇用につなげていく活動、これは文科省も非常に強く関わっているわけですから、この税制についても文科省として、積極的に、発言をしていきたいと思います。今日が税調としては5時から1回目ということです。あと3つ目は、10月4日ですが、高速増殖量の日米、フランス共同研究の覚書改定というのがありました。実質の、燃料製造とかリサイクルに関わる、そのいろんな実質活動についての課題の整理とか議論とか、実質の協力に入っていくということですから、非常に意味が大きいと思います。これはコスト、日本だけでやるんじゃなくて各国とコストも分担するというメリットがありますし、それと何も世界基準、国際基準を作っていくという面でも非常に大きな意味があるんだろうなと思っております。私の方から今日は以上です。番社から一問だけお伺いします。はい、冒頭のレアアースの関係なんですけど、はい、副大臣もおっしゃっているように、当然その経済産業省と、はい、との連携というのが、はい、課題になると思うんですが、はいはい、こういう、いわゆる他の省庁との連携という面で、その研修の会見の段階から何か進展があれば、特に具体的な進展はありません。でも個人的にはやり取りしています。やはり本当に、まず、調査とか、海洋でいうと分布図作るとか、そして採掘もしていく、
採掘するとそのまま使えるものもあるわけですが、調査とか分布図作るとか、そして学術の研究とか海外との人材交流とか育成とか、こういうことで実用につなげていく。やはり実用化でこう引き渡す経産省と特に密接に総合的に計画作る必要があるんじゃないかな、そんな実感を強くしています。ですからさらにちょっとやり取りして具体的にどういう形が可能か考えてみたいなと今思っています。各社お願いします。今のお話でいうと中国自体は埋蔵量自体は 36% なんですよね。ですからちゃんと備えがあればそんなに今後ただここ1年ちょっとは大変なんでしょうが、いずれにしてもちゃんと備えがあれば対応できる問題かなっていう感じがします。あの海洋資源探査なんですけど、はい、これ経緯を調べるとですね、去年の自民党政権時代に補正予算でですね、はい、40億円上がっていたのが、はい、政権交代以降今の民主党政権だって、一旦40億が止まってますよね。中止、まあ中止みたいな中断になってますよね。それをですね、まあ、当時副大臣もいらっしゃらなかったとはいえ、まあ、今回ですね改めて、開発をまあ前倒して加速すると、いうことについては、まあ、国民にどのようにこう一旦止めたものをですねまたこう加速するということについて国民にはどのようにご説明したいですか。私はその前のことは直接タッチしてないんですが、やはり海洋の調査探査は必要だと思うし、もちろんその予算の使われ方については今後も常に吟味していかないといけないと思いますが、こうしたことは必要だと思っています。ですから、説明がさらに必要であればいくらでも私の方からもご説明したいなと思います。今言ったような資源という面で言っても非常に必要だということですね。もう現実的なこれは国益に関わる、国民益に関わるテーマですよね。そういうのも必要だと思っています。確信をしています。当時 の、 その、まあ、1年ぐらい前の補正の見直しの判断がやはりちょっとこう、いや、そこの細かい経緯は私、そんなに検証しているわけじゃないんですが、ただ全体的な流れで言うと人に投資とかあるいはこういう科学技術というのは資源が、まあ、尖閣の海底に眠ってるとしたらいろいろあるかもしれませんが、一般的に言うと資源は少ないわけで、人に投資するとか科学技術とか学問に投資するとかこれしかないんですよね。ですからその投資については常に世界のトップレベルであると技術においてはそういう姿勢が基本姿勢としては大事だと思います。でその中でもちろんプロジェクト自体が、その目標設定自体がどうなのかとか、あるいは本当にいわゆる一般的な意味での無駄がないのかとか、これ一方で常にやらないといけませんが、全体的な流れではそこは世界の中でもトップレベルを走ってないと話にならない、そう思ってますが、基本姿勢としてだからそういう面で過去のことも検証すべきことがあるかもしれません。すいません、はい、補正予算絡みですとそのレアアース以外にも、ね、はい、次世代スパコンとか、はい、ヒーターとか宇宙とかですね、そこら辺も昨日大臣もおっしゃられていたんですが、まあ、そういう意味では次世代スパコンも去年の事業仕分けで、まあ、別に2位でダメですかということで、まあ、結局7ヶ月遅れになったと。で、まあ、今回補正に入れられるということで数ヶ月また早くできますよと、はいはい、そこの狙いはどういう狙いが大臣としてあると。これも細かい検討もさらに吟味しながらや同時に進めていかないといけないんだと思うんですが、スパコンのことについてはあの仕分けのことは全く無駄だったとは私は思っていません。もちろんこのスパコンは必要なんですが、でそのスパコンを使ってどういう成果を上げるかとか、あるいはどういう方々に利用していただくとか、そんなことも含めて再検討したというのは決して無駄じゃなかった。またその検討を含めていろんな新しい工夫も出てきたわけですから、これは全く無駄とはできません。ただやっぱりこれは最高水準を持っているということは大事なので、やはり1位である必要はある。ただ1位というのもそんなに長期間その記録を保持できるわけじゃないですから、さっきお話しましたけどそれを使ってどういうような計算をするのか、ここがやはり非常に大事なんだろうと思います。そういう意味でのいろんな見直しができたと私は認識してますが、
まあ、これは補正で前倒しということですが、完成時期がそんなにどうなるかってことは今の段階では言えないと思いますよね。先ほど円高対策について言及されました、はい、文科省の立場からその具体的にこういうことをできるというのは、ありますか。でこれはなかなか補正に間に合うかというと必ずしもそうじゃないんですね。ただ円高対策というのは常に考えていかないといけないんで、さっきお話ししました資源エネルギーというのを円高を活用して、調達するとかネットワークを作る海外に、これは非常に大きいテーマで、まだいろいろ資料とか調べとかは始めてますが、そんなにはっきりとまだ把握してません。これは本当に調べたいと思って、ただ一つだけちょっと調べてもらったりしたので言うと、昔同年がやってたグラン、についてはあの同年がかなりそういう資源 の蓄積とか貯蔵を含めてやってたということはできます。それは今そういう事業はなくなっているわけですが、まあ、海外のものを、ね、いかに調達するかと、円高を生かしてと、そういうことがこの必要なのかと思います。まあ、おそらくその人的な交流、先ほどボツワナとかモンゴルの話しましたが、そういう資源国とかエネルギー供給国ですよね、そことのいろんなネットワークとか買い付け産業っていうのは、この時期にこそね、契約も含めて長期のものをやっていくべきじゃないかと、そう思います。文科省はそこでどういうふうにやれるかっていうのはまだ具体的にして把握してません。なんかしょっちゅう他のところでも聞かれるんで先回りしていますが、小沢さんの問題についてはこれは立場として答える、性質のものじゃないと思っています。ただ、個人的な立場で言うと、今の段階ではご本人がどう対応されるか、どう行動されるか、それを見守る、そういう段階だと思っています。まずはね、今日はそんなところですが、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。